ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村古道エッセイ平治と生きた27年昭和32年、1957年、オール読み物昭和33年、1958年、ゼニガタ平治鳥物全集第26巻より青空文庫収録 それでは本文をどうぞ。平治と生きた27年筆を折るの弁、第1章「愛情主義の平次」「銭形平次」を書き始めてもう27年になる自分が生きている間は書き続けてゆくつもりでいたが56年前から「 眼質が急に悪化して、どうしても筆を持つことが不可能になってしまった2度3度と手術をしどうにかして書き続けたいと努力してみたが何分にも76歳の老体のことゆえ回復も難しかったのだろう最近ではすっかり気力も失ってしまったそんなわけで到底筆を取れないことを覚悟したあるいは 死ぬまで書けなないいかもしれないこれも「天命だろう」「目を患ってどのように目が大切なものかが骨身に応えて分かった」「私は視力が薄れてからも人の手を借りず自分で書いてきたがこの頃は一生懸命書いても字が字の形をなさない」「五合活字ぐらいはぼんやりと読めるけれども八歩となると読むことも難しい」 こういう次第でとうとう筆を折らなければならなくなったが384編の銭形平次を愛読してきてくださった皆さんに心からお礼を申し上げたいと思う」「いざ目のために書くことを諦めなければならないとなると私の脳裏に浮かぶのはやはり失明のために苦しんだ先人たちのことである」。ヘンデルは、 光と共に天才を失うと嘆いたがこの嘆きはそのまま私にはわかるバッハにしてもバキンにしても目が見えなくなってからの精神的な苦しみは気の毒に絶えないバキンの口述を嫁のお道さんが泣き泣き紙に写したというが最後の原稿である「発見伝抜文」は非常な名文である。 私は口述をしたことがないので罵金の真似をすることもできない致し方のないことである私の専門は法律で大学では牧野英一先生の弟子だった私はその頃から法律が刑罰主義であるのに一種の反感を抱いていた人間の世界には悪があるけれどもそれを取り締まるのに刑罰ではなく 何か新しい法律ができたらいいのにという願いをいつも持っていたただ罰することだけが犯罪の解決ではあるまいという気持ちが常に私にはあった探偵小説にしても罪と罰ではないが何でも罰することが主になっているこういう刑罰主義への不満が私の銭形平次の寛大な裁き方になって 現れていると思う何でも統計を取った人の話では私の「鳥物帳」の70何パーセントかは犯罪者を許しているそうであるその点では従来の「鳥物帳」とは全然違っていると言っていい私は「犯罪者を許す鳥物帳」の元祖と言ってもいいかもしれない。2> 第2章 のんきに明るく「私は学校を出て旧放置新聞に入り明治45年から昭和12年まで新聞記者生活を送った私が部長をしていた頃鈴木茂三郎さんなどは私の下にいたものである小説を書き始めたのは新聞記者時代昭和の初め頃だった。富士 講談クラブキングなどにぽつりぽつり書き始めていたところ当時のオール読み物の編集長だった菅忠夫君が放置に訪ねてきてあそこの応接まで「一つ鳥物帳を書いてくれませんか」という話だった「やりましょうかね」ということになり人を罰するのではなく てての人をを許しややる物帳をやろううじゃないいかということこになった。殺伐な暗い鳥物帳ではなくのんきな明るいものを描こうということが私の主眼だった」「菅君は一高の菅教授の息子さんでオール読み物に書く口火を切ってくれた人だがもう十数年前に亡くなってしまった」「銭形平次は翻訳だなどと 言われたことがある。ところが私は翻訳は大嫌いな性分で平次は完全に私の創作であるモデルというものもないいつか奥村君が、が銭形は本案だなどと言って騒いだが結局奥村は謝ってきたあれだけたくさん書いたものが本案などであるはずはない種本もないただ銭形が銭を放るということは 殿から暗示を受けた「水子殿のお通線長生が錦の袋からつぶ手を出して放るということから銭形平次の投げ銭を考え出した八五郎は楽天的で惚れっぽくてどうにもしようのない男であるが人間の甘いところと人のいいところをそっくりそのまま表している八五郎を考え出したことは成功であった」。 下町辺りへ行くと八五郎の人気のあることがよく分かった「平時にはお静といういい女房があるのになぜ八五郎を結婚させないのかなどとよく聞かれるしかしとうとう八五郎は結婚させずに終わってしまったあとは読者の方々のご想像に任せるより仕方がないそれに八五郎を結婚させたらもうおしまいだろうと思う」。 底抜けに人のいい八五郎にモデルはないが徳川時代の竜亭李成の書いた花子読み「八将人」からヒントを得て物にこだわらない明るい人間を搬出した平治の女房おし静はできるだけ出しゃばらないおとなしい一種の理想系のタイプに書いた万事控えめであるところがおしずの特色であるおし静は銭形平治の第一 回目から登場しているが「結婚したのは確か3回目ぐらいの時だと思う」「辰野豊氏が持ち前の皮肉を飛ばして作家というものはちっとも成長しないな平次もおしずも30年年を取らないんだから」とからかわれたがこれは割に有名な総和であるあれだけ数多く書いたが全部を通じて私の「鳥物町」の特徴は「 侍の肩を持っていないといなととうことである農民や町人にひいしていることである私は昔から士族というものが嫌いである私の祖先は南部藩の百姓一揆に加わっているがその血がやはり私にも流れているせいだろうか420幾編を通じて侍というものはとことんまでやっつけている。 また私は剣というものが嫌いでうちにも刃物らしい刃物は置いてないナイフでさえろくに切れるものはないくらいであるだから私は剣劇というものを書いたことがないチャンバラというものは私の取物帳にはない人を殺すというような馬鹿げたことは大嫌いである私は初めから侍は無駄飯食いだとはっきり言っている それからいわゆる通人風流人といったものも私は嫌いである私は厳格な一夫一夫主義だからそうした通人というような人物はひどい目に遭わしている美男美女も出るし八五郎女男平治女男というようなことは書いていても男女関係で裁けた通人というものは認めていないこういう人物を登場させた場合 いいつつでも徹底的にやっつけているこれはやはり私の暮らしが生真面目なせいだろううちの応接間にはオルガンが置いてあって教会の連中が日曜ごとに礼拝に来る生活も質素一方で酒もタバコも飲まず遊びというものを知らないそういうところから御たらい達夫さんの野村鼓動というやつは実に付き合いにくいやつだ というう批判も出てくるのだろう動物では馬と犬が嫌いである私は百姓の子だから馬のことはよく知っているが馬を飼おうとは思わないなぜ馬が嫌いかというと私の親父が百姓をしていて40年ほど以前の金で5万円の馬を飼ったその借金を私が全部背負うことになって家内などは そのたためににどんなな骨を折ったか知れない。犬が嫌いなのは私の娘が一度犬に噛まれたからであるその予防注射のために家内は18日間も娘を連れて病院に通っただから私は犬というものを買わないで塀に針金を巡らしている。第3章江戸研究とと音楽と私の 鳥町の特徴は今書いたようにまず容易に罪人を作らないこと町人と農民に愛情を持ったこと侍や通人は徹底的にやっつけたことそして全体として明るい健康な鳥物にしようと心がけたことだろうオール読み物に連載し始めてから挿絵の方はいろいろ変わった「小村接待」。 木村翔八河野道成鈴木須雀中和也神保友代などの方々が次々と書いてくれた随分長い間の銭形であったが書いていて作家としての一種の満足感を覚えることが時々あった思い通りに筋を運んで途方もない結末に持って行って留飲を下げたこともあり 非常に凶悪な犯人を許してやっていい気持ちになったこともある何しろ実際問題と違って文章の上のことだからのんきな遊びもできたというものであるいつかお女郎を題材にして書いたことがあるが江戸時代のお女郎というものは自殺することを許されなかった宿場女郎が自殺をすると親元が身の代金を取られたり いひどい目に遭わされる「お嬢郎の自殺を禁止するという法律があってここまで人間の意思を束縛する法律は日本以外どこにもない」「こういうことは一つの大きな社会問題だと思って銭形の題材に使った」「平次が自殺だと称してお嬢郎を助ける話だがああいうものは江戸時代の世相を調べてみるといろいろ出てくる」 江戸時代の風俗について私は高等学校から大学にかけての時期をほとんど江戸研究に費やしたので割合によく知っているつもりである江戸時代の鎮本を印刷させて作家連中に配ったこともある五味泰介君も音楽が好きだそうだが私も音楽は昔から好きでレコードもだいぶ集めた。 この間東京都へ1万枚ばかり寄付したけれどまだ相当残っている目が不自由になってから朝から晩までレコードを聴いている芝居にも映画にも行けないのでレコードを聴くぐらいが私の精一杯の楽しみであるしかしこの音楽と「鳥物鳥」と共通したものがあるということは世間では誰も知らないだろう シューベルトやモーツァルトを聞いてそれがゼニガタ平治に通じていくということは誰も考えないだろうと思うシューベルトからすぐ「鳥物町の筋が浮かんでくるということはないけれども確かに何か共通したものがあって音楽から受けた感銘でゼニガタ平治を書くということは時々あった「ゼニガタ平治」は381編。 枚枚数ににすれば三万枚に近い短編だけを書くつもりでいたが新聞連載などで長編もいくつか入っている「私の寝室の床の間は前週や先週でいっぱいになっている」「よくも書いたものだと我ながら感心することがある」「前週も中音口論者で出したのをはじめとして三つか四つはある」「オール読み物に連載した短編は」 以前には一日で書いたものだが最近は最低三日はかかるようになっていたもっとも「案を練るまでが容易ではない」「何か書こうと思うものが胸に浮かんでからそれをでっち上げるのに一週間はかかる」「案が出来上がれば新聞記者上がりだから書くのは早い」「案を練り上げるまでに苦労がある」「偽びっこを登場させようと思うと」と 自分で肩から帯をつって足を結んで実際にやってみるその格好がおかしいと言って家内などは大笑いするが私としては真剣だった締め切りに間に合わないような時は徹夜をしたこともあるが60を越してからは仕事は昼間だけにして夜は休むように心がけてきた吉田さんも愛読者。 吉田前総理が「愛読してくださったというのは評判だが私は嘘だと思っていた」しかしどうも事実らしくていつか誰かの結婚式で家内が「吉田さんと向かい合った時に野村さんのものはよく読みますよ」と言われたそうである家内が「吉田さんはもっと怖い方かと思っていました」と言うと「いいおじいさんでしょう」と 笑いいいながらろろ話されたそうである。家内は吉田さんに大変好印象を抱いている「いつか武者工事さんに君の銭形を読んでいるよ」と言われたことがありまた何かに白状すると銭形から学んだことがあると正直に書いておられたのを見たことがあるまたある学者から銭形を読まないと寝つかれないと聞いたことがあった。銭形には 邪念がななないいかから催眠薬になるのかもしれない私は禅宗を出す時作家の人には提灯を持ってもらわないことにしている私の友達は大部分科学者とか政治家で仲やう吉郎君や吉田洋一氏には時々推薦文を書いてもらったことがある銀座に銭形という料理屋があって主人が義理がたく ボンクレにはは必ず顔を見せる。じめ将棋の名人木村義雄さんが私のところへ連れてこられて先方の希望で銭形という名前を許したいい男だから名前をやったのだが繁盛している様子である銭形ファンがたくさんあることは作家名画ではあるがかつて菊池寛氏が「銀座は歩けない」と言ったように 案外なところに顔を知られていてうっかり物を食いにもいけないということがあるので私はめったに外出しない一昨年まではうちの近くを毎日散歩したものだがこの頃のように目がすっかり不自由になってはそれもできなくなってしまったファンというよりも文学青年といったような人たちがよく来る。 雑誌社へ紹介してくれという人もあるけれどもやはり自分の腕を磨くことが先決問題である。本当の苦労を知らない文学青年のものはどうにもしようがない銭形平次は戦後だけで10本ばかり映画化され全部で1 5六6本にはなるだろう銭形に扮した俳優ではやはり長谷川和夫がいいと思うあの人は凝り性で ずいぶん工夫をしていて私は好きだ「探偵小説」や「鳥物町」も随分ん読んだが私が一番面白いと思って読んだのは岡本喜道さんの「半七鳥物町」である江戸川アラン・ポーなども興味深く読んだ「ただ犯罪の追及という点がみな厳しすぎるように思える」「私のものは鳥物町としてはのんきすぎると言われるかもしれないが」 平時すりにやられる。「原稿は全部万年筆で書いた」「ずっとパーカーばかり使っていたが終戦後のあまりパーカーなどない頃愛用の23本入れておいたのを陽気ごと汽車の中ですられて実に残念な思いをしたことがある」「伊東へ行こうと思って熱海で乗り換えた時入り口の辺りで何かさった」 と「すりは財布と間違えて万年筆を取ったのだろう」「ちょうど定銀事件のあった頃で車掌さんにすぐ届けたら車掌さん曰く銭形の親分ともあろう者がすりにやられちゃみっともないですよ」「私は何とも言葉が出なくてぴょぴょこお辞儀していた」「家内がそばで大笑いするので」 私もついつり込まれて笑ってしまったがあの万年筆は使い慣れていたものだけに残念でならなかった東京へ帰ってその話をすると友人や親類がアメリカさんあたりから手に入れたのを譲ってくれたり送ってくれたりしたしかし使い慣れたものへの愛着は断ち切りにくいものでしばらくはしょげてしまった作家にとって万年筆は 武器みたいなものである。「うちでは表札もよく取られる」「一時鳥物作家クラブの表札を下げておいたが取られ通しだった何か泥棒よけになるということらしい」「浅草にある半七塚の黒いきれいな砂利も魔よけとか泥棒よけにみんな持っていかれてしまうということだ」「あの半七塚を作ったのは私であるが今 銭形平治塚を神田明神に作ろうという話があって森田勘也君などが奔走してくれているこれは23年前から話があったが私は断り続けに断っている「岩手県火詰が私の故郷であるがここでも塚を建てたい」と言っているしかし私はこれも承知しない生きているうちは そういういパッと,した派手なことはやってもらいたくないといとうのが私の本音であるそれに空想の人間の火ができてもしようがなかろうという気持ちもある「我が子平次とにかく銭形平次ではよく稼がせていただいた一度書いたものがまた前週や先週になって出るということで二重三重に働いてもらったわけである」。中には 迷惑を受けた出版社もあったがこれはこちらが昔人で印税の催促などできない性格だから仕方がないラジオ映画でもよく働いてくれた私が銭型を書き出したのは新聞記者時代からで五六年は両刀使いでいたわけだが当時放置はそういうことを許していただから本業の新聞記者の給料よりも 雑誌社からもらう原稿料の方がよほど多かった時代がある。だから夏は軽井沢に秘書をするというようなこともできたわけで、それをとやかく言う人はなかった。あの頃はのんきでよかったと思う。私は四人の子供があって、そのうち娘が一人、物を書いていたが溶接してしまった。生きていれば親子二代の作家になったかもしれないが、先立たれて今、 残っている子供は娘1人、人孫が2人だけである。子供運にはあまり恵まれなかったそれに銭形平次ともとうとうお別れということになってすっかり寂しくなってしまった一つ暮らし方の工夫をしなければなるまい寂しくともこれが人生だと諦めているもし今後健康が多少とも回復するようなことがあればあるいは あと一編か2編、まとめ上げることができるかもしれないその時には銭形の故郷であるオール読み物で皆さんに読んでいただきたいと思っている「野村古道エッセイ平治と生きた27年筆を織るの弁昭和32年オール読み物」。 9月号より、1958年昭和33年銭形平治捕物全集26巻読み切り。